ちは、ホネです。先日ですね、久しぶりにワークショップに参加してきました。DMC さんという刺繍糸で有名な、会社ですけど、毛糸も販売してるんですが、こちらの DMC の会社で、こちらの市川美幸先生の動物編みぐるみのワークショップをするよというので、それに参加してきました。こちらのね、羊ちゃんを作るというものだったんですけど、かぎ針編みがあまり得意ではない私にはちょっとハードルが高いかなと思ったんですけど、もうちょっと見た途端に可愛くって、あ、絶対ね、まあ、下手なりに作りたいと思って頑張って作りました。で、ちょっと実はですね、もう完成してしまったんですよ。完成した後にこのオープニングを撮るというね、ことなんですけれども、そのね、ワークショップ自体は渋谷の西武栄館7階の、手芸店がちょっといろいろあるお店のところの一角の DMC さんのワークショップだったんですけど、参加費が一応ですね、3800円プラス税だったんですが、その3800円の中に、この、新しく出たね、市川美幸先生の動物編みぐるみの本、この1500円も含まれておりまして、あと毛糸がですね、もう使っちゃったんですけど、このオフホワイトが2玉、そしてこのベビーピンクかなが1玉、そしてこれ、目と、口を作るようにコットンが、まあ、これなんか本当に1メートルも使わない感じなんですけど、そのために1玉ずつついてました。でね、すごい手触りが良かったんで、ちょっとこれは他のも作りたいと思って、一応ね、追加で3玉買ってきましたよ。自分の作れそうなやつはどれかなって一応これで確認しながら、3玉購入してきました。で、こちらね、先に言っちゃいますと、1玉なんと180円なんですよ。 DMC さんにしてはすごくお安くないですか。刺繍糸もね、すごいいっぱいありました。刺繍糸はやっぱ100円、120円前後ぐらいから、まあ、村染めみたいなやつは200円ぐらいしてましたけれども、まあ、単価はね、安いんですけど、1個じゃ済まないですからね。ついついいっぱい買ってしまうと、まあ、それなりのお値段はしますけれども、ちなみにこちらの羊のぬいぐるみは、これは1玉使ったんですが、1玉と半分ぐらいかな。そしてこれも、1玉の半分ぐらい、0.5 玉ぐらい使いました。また他のものにも使えるかなと思いますので、まあ、だいたい材料費と本代プラスちょっとアルファで、3800円なのかなっていう感じなので、割と良心的なお値段だったと思います。はい、それでは、ワークショップの様子は、やってるところはちょっとお見せできないんですけれども、展示してあったものですとか、まあ、ちょっとやってる最中の私の絵とかね、そんなものをスライドで、お見せしますので、よろしくお願いします。
でしょうか。そして、その後ですね、頑張って昨日の夜ですね、パーツをいろいろ作りまして、できたところがニュ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 ン顔は見せられませんけれども、こんな感じで、これ背中ね、背中、お尻、ちょっと尻尾がなんか異様に大きいんですけど、綿は結構きっちり詰めた方がいいよというので、結構こう硬い感じに、しっかり入れてあります。で、胴体が頭に対してすごいちっちゃかったんで、これ大丈夫なのかなと思ったんですけど、手足をつけたら割とバランスよく、そしてですね、こうお座りもできる感じですね、お座りもしっかりできる、自立化みたいな感じに出来上がりました。さて、このお顔なんですけど、今日の朝ね、ちょっとやってみましたんで、こちらをご覧ください。はい、なんとかここまで来ましたよ。ちょっとこのリーゼントがかっこよくないかい、イエーイということで、あとは問題のお目目ですよね。ちょっともう一回テキストを見ながら、この羊ちゃんを作ってますけれども、こんなに可愛くできるかね。お顔のところね、パーツ付け位置っていうのが出ているので、テキストを見ながら、あんまり見ようとしたらダメですけど、テキストを見ながら、やっていきたいと思います。一応ね、本にはここから、5段目の 1,2,3,4 5段目の、ここら辺だよね、ここで、あとここからここの間が6目離れてってあるので、ちょっと待って、印をつけたらいいね。待ち針で印をつけましょう。ここから 1,2,3,4 5段下がるって言うけど、私の場合6段下がった方がいいわけですよ。 1,2,3,4,5,6 段、この辺の方がよくないか。で、こことこの間は6目離すって書いてあるから 1,2,3,4 もう一個こっちかな、こんな感じですかね。これより下じゃおかしいから、ここだね、ここですね。で、ここにお口が1個下がるだけでいいのかな。先を口やってみようか。テキストではね、先を口だったんですよね。出てくるのか、これはズボッと出てきそう。こちらはですね、コットンの糸なんですよね。刺繍をするときや、ちょっと出てこないぞ結構硬いぞ、どうしよう、全然出てこないぞ。破ってしまいそうな気がするから、外から出そうかな。短いから外から出しちゃうんですね。これぐらいあれば十分でしょう。一応このテキストには 玉を作ってからちょっと離れたところに出し、この玉をこの中にズボッと入れちゃいなさいと書いてありました。で、赤1本で10ステッチ1回だけって書いてあるから、これでいいのかなと思います。まあダメだったらもう一回やり直しますけど、ここかな、で、これで様子を見ましょうか。どんな口になるかな。一応こんな感じですよねいいのかな、これで1本取りでいいの本当に。で、またここで、まあ後でもう一回やり直すかもしれませんけど、仮止めで、仮止めだからそのまま取っとこう、こんな感じね。そしてブルーも外から取っちゃいましょうか。そんなに長くはいらないと思うので、ブルーのお目目はね、二重巻きで4回通す8本仕様と書いてありました。で、はい、ついにお目目がつきますよ、あなた。これでいいんだろうな。まずあなた入ってください。そしてここに、うわ、ちょっとこの水色かわいすぎるんですけど、あんま引きすぎないことですよね。1,2,3,4,5 どんなんですか、どんなんですか。こっち行ってみましょう、
豆を入れると宿りますよね魂宿るみたいな。うん、これ大丈夫？こんな感じで大丈夫？うん、まあ上出来じゃないですか、私にしては、ね、そして玉止めをしてちょっと試着しとこう。そして同じところに入れますよ。はい、入りました。そしてここをちょっと引っ張りながら切る。うん、いいんじゃない。なかったらどうしようなんか手元をあまり気にせず、もう必死になってやったから全然顔が映ってなかったかもよ。君ごめんね、映ってなかったらごめんね。よいしょ、あれちょっと待って、穴が違ったかな。同じ穴に通したはずなんだけど、ちょっともう一回やるか。このところにほくろができちゃったら嫌だよね。同じ穴に通さないと入らないよ。はい、できました。はい、できましたもうちょっとこう、もうちょっとなんか可愛くなるか、ちょっとこれ押してね。はい、完成でございます。羊ちゃんに見えますかはい、ということで、なんとか無事にね、市川美由紀先生の動物をめぐる羊ちゃん完成しました。ありがとうございます。可愛くなりましたかなかなか、自分的にはなかなか上出来じゃないのって感じですけれども、まあね、網目が揃ってないのは私の技量のなさですけれども、すごい、ね、肌触りです。これね、絶対赤ちゃんとかにあげても、手渡してもね、気に入ってもらえると思いますので、ぜひ皆さん、赤ちゃんだけでなく大人も癒される動物ぬいぐるみを作っていませんか。はい、次は何にしようかな。ちょっとね、この小鹿ちゃんもいいかなと思ってるんですけど、この色、同じ色はないのでね、ちょっと似たような感じで作ってみたいかなと思います。はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画良かったよと思う方はグッドボタンそしてチャンネル登録、お願いします。コメントもお願いしますそれではまたね、チャチャオ。で、ガーリー、タッチ、アクション、アゴー。